こんにちは、ナオジーです。本日はですね、先日購入したスニーカーを紹介していきたいと思います。本日紹介するスニーカーはこちらでございます。僕のレビューではなんか久々ですよね、箱が違うの。というのもまあずっとね AJ1 のレビューばっかやってますので、こうねちょっといつもと違うというところだけでかなり新鮮だと思いますけども、今日は AJ1 ではなくて先日のね、2時間にわたる寂しい並びの末に無事に購入したこいつですね。こいつを開けていきたいと思います。ではね早速開けて中を見ていきたいんですけども、ちょっとその前にね一つだけまた小言っぽくなりますけども、本当はね順番が違うのは僕の動画をね普段から見ていただいている方ならもうお分かりだと思いますけども、未だにねあのジョージタウン来ないんですよ。で前回の動画で1回目購入したやつはキャンセルして、まあ、2回目購入したというゴッテム画面載せときましたけども、そのね2回目に購入したやつも未だに発送されずということで、まだ発送期限内なので、まあそこはね、待つしかないところなんですけども、今回はもうオファーとかじゃなくて、本人確認済みの方の一番安いやつでね、もう直接買ったので、もう出す人もね、希望額で出してますから、すぐ送ってくれるだろうと思っていたんですけど、送ってくれずということでね、どうなってんのかなと思って。もうね、なんかね、これも来ない気がプンプンしてますけども、まあとりあえずね、愚痴は置いといて、今日はこれですね。これ。これを開けましょう。もうね、これもね、早く開けたかったんでね、僕もちょっとじっくり見たかったんで、ごちゃごちゃ言ってもしょうがないんで、さっさと開けていきましょう。このボックス、通常のジョーダンのボックスよりね、ちょっと大きめなんですよね。比較してみると、これがパテントブレッドの AJ1 の箱ですけども、まあこれと比較してもらうとね、こう、ちょっと遠近感があれですけど、この分ね、高さがここ高いですよね。で、横もこの分ね、幅が広いですよね。ということでね、箱が大きめになってます。これいつものジョーダン1じゃないから、ちょっとね、箱の外観もお見せしましょう。ちょっと段取り悪くて申し訳ありません。これがね、サイズ表記のところですね。で、ぐるっと、ジョーダンと書いてあります。でね、これはね、ちょっと持ってきてもらった時にね、若干気にはなりましたけども、まあまあ、しょうがねえということで、特段何も言わずね、これを購入しました。はい。で、こっちはジャンプ1ですね。で、裏がこんな感じですね。せーの。パカッと。じゃん。おー。いやー、やっぱりいいね。はい、こちらですね。はい、ということで本日ご紹介するスニーカーはこちらのナイキエアージョーダン12レトロのプレイオフですね。こちらのご紹介になります。いやー、これはですね、僕はね、AJ12 の中ではね、まあここのね、黒白。これプレイオフですけども、まああとタクシーとね、言われている、これ白黒が逆になってるやつがあるんですけども、まあそのね、2色がこの12の中ではね、やっぱり一番良くて、これのブルーズカラーの黒赤もありますけども、当然黒赤とかはね、まあブルーズカラーなので、それはそれでいいんですけども、ちょっとこれはね、普段からガシガシ履きたいなと思っていて、普段履くジョーダン12とすれば、僕はこっちのね、プレイオフとかタクシー。で、特にこっちのプレイオフの方がいいなと思っていたので、まあこれはねゲットできてよかったかなという一足ですね。いやーかっこいいね。オリジナルが出た時はね、前も言ったかもしれないですけど、この12の良さはね全然わからなくて、まあこれもね年を取っていいなと思える一足かなというとこですけども、どうしてもねこの12の前に出た11がね強烈なインパクトだったので、どうしてもねちょっと影を潜めたというところとか、まあいろいろね当時のナイキの状況とかもありましたのでっていうところもありますよね。恒例の儀式を先にやりたいと思います。では、ほんのり接着剤の匂いがするかなーぐらいですね。まあ全然ね、ジョーダン1と違ってね、匂いが全然違います。まあぶっちゃけね、ちょっと物足りないかなという感じですね。僕がね、すいません、ちょっと今日黒着ちゃってるんで、被っちゃってますかね。すいません、なるべく拡大しながらお見せするので、ちょっと見にくくて申し訳ありません。本当はね、ここが白だったりすると余計良かったんだと思うんですけど、ごめんなさい。詳しくね、素材なんかも見ていただきながらご紹介していきたいと思います。まずですね、アッパー。非常にシンプルで、使ってるカラーとしては、ブラック、ホワイト。あとはね、細かいこういうところですね。こういうところにレッドが使われているということですね。なので、ブラック、ホワイト、レッドの3色で構成されていて、まあ、あとここね、ちょっとプラパーツにこのシルバーなんかも入ってますし、あとはこういうとこね、
入ってますけども、まあ主にはその3色といったところですかね。一番メインカラーとなるブラックですね。このね、脂肪感のあるレザーをこう使ってますね。このシューズのね、一番特徴的なデザインと言われているこのね線、これがね旭日旗ということで、まあいろいろ物議を醸したというところのデザインの一つですね。でこのつま先側のこのホワイトの部分ですね、ちゃんとした型が入っているこうレザーを使っていて、最初はねこのどうしてもなんて言うんだろう、このボテッとした感じがね好みではなかったんですけど、今となればねここら辺のねこの作りと、あとここら辺の作りですね、非常にいいと思います。でまあサイドから見てね、象徴的なのがこちらのジャンプマンですね。これはねシルバーのプラパーツに、まあ、ジャンプマンと入ってますね。12がブーツっぽいと言われる一つの要因としてはここですね。シューレスホール、上の2番目と3番目がこのジャンプマンのねブーツっぽいシューレスホールになっていて、でここはねこう通すタイプですね。まあ、当初オリジナルサンプルの時はここ引っ掛けるタイプだったとか、確かそんな感じだったと思うんですけど、まあ実際に出たのはこの通すタイプということで、でこれ拡大してるんで今ジャンプマンがお分かりいただけると思うんですけども、なんかねオリジナルにしてはちょっとこう子供っぽいというかね、ぷよっとしてるっていうかね、まあ僕みたいな感じですよね。ジョーダン12でね一番象徴的と言ったらまずはここでしょう、ヒールですよね。この23が、まあ、エンボス加工で入っていて、ホワイトのねアウトソールから来たデザインに23がね彫ってあると、で赤く塗ってあるといった感じですね。であとはまあここですよね、12の象徴的と言ったらここですね、ジョーダンとジャンプマンと入っていて、でここに文字でクオリティインスプレッドバイザグレイテッドプレイヤーエバー、読み方合ってるか分かりませんけども、まあこれはねちょっと僕も気になったんで調べてみましたが、英語の意味は史上最高のプレイヤーにヒントを得たクオリティということらしいです。僕も分からなかったんで調べました。でこのジャンプマンの部分はですね折り返しになっていて、まあこう履くときね持てるようになっているという仕様ですね。でここがねこう開くので、はい、ここにね手も入れられるという仕様になっております。はい、続いて内側ですね。この内側の金属のパーツは左右対称で、まあ、同じジャンプマンの絵が入っているということで、まあ、ここのデザインは一緒ですけども、まあ、この辺のデザインはね左右非対称ということで、内側はこんな感じですね。線の形状は同じですけども、土踏まずからねつま先側にかけてのデザインが違うということで、でここのホワイトもね補強パーツとしてなんかワニ側みたいのが入ってますけども、ちょっとこっちの方がちっちゃいって感じですね。はい、で内側がシルバーのプラパーツで入ってますけども、外側はジャンプマンで入ってましたが、こちらはね何も入っていないということになります。つま先側ですね、このつま先側から見るこのアングル、ここのアングルもね結構好きで、まあちょろっとねジャンプマンのボールが見えてたりとかね、この補強パーツがちょうどなんかこういう曲線的に書いてあるこの辺のデザインはね、昔はそうでもなかったんですけどね、うん、年をとってねこの辺は好きになりましたね。このつま先側の黒のレザーも脂肪感のあるレザーを使ってますね。で続けてこのミッドソールを見てしまいますけども、ミッドソールがこう2層構造っぽくなっていて、上の層がこの上のねワニ側っぽい感じと同じ模様が入ってる、ザラザラとした感じになってまして、ここはもうアウトソールと同じだから、アウトソールの部類でいいのかな、はい、すいません、ここはアウトソールですね。でアウトソールはねちょっとこうツルツルはしてますけども、ちょっとザラっとしてる感じの質感のねアウトソールですね。まあアウトソールは後でちょっとお見せします。外側も同じで、このミッドソールと言われる部分ですね、ここはちょっとこう柄が入ってる感じの作りですね。アウトソールですね、はい、アウトソールがこんな感じですね。この白い部分、先ほどのねミッドソールから続いてる白い部分がこうね、あの縦線で入っていて、でこの黒い部分はカーボンらしきね硬い素材ですね。でヒールの部分がジョーダン11からね引き継がれてるこのパターンが使われているということですね。つま先側ですね、ここに23とね細かく入ってまして、でジャンプマンがこうねつま先側にかけてこう入っているということですね。はい、でこれはブラックですね。アウトソールは23以外ホワイトとブラックで構成されているということですね。でこの12はですね、今ざっと見ていただいた通りですけども、そこら中に23って入ってるんですよね。アウトソールでしょ、このヒール側でしょ、あとはシューターンのとこにも入ってるんですよね。はい、これねちょっとほどきますね。でほどく前にか、12は替え紐がついていなくて、で紐自体もねご覧いただいている通りこの丸紐が使われてますね。で結構細めですね。
なのでね、通しやすいし縛りやすいといった感じですかね。で、これをじゃあちょっとほどいてみますけども、このシューレースホールですね、ここは通してますので、こう簡単にねシューッと抜けますので、ここはね縛る時とか結構ね楽でいいと思います。これジョーダン1以外のレビューってすごい久しぶりだよな。まあ見てる皆さんもそうだと思いますけど、やってる僕もねすごく新鮮ですね。ジョーダン1以外紹介するのっていつぶりなんだろう。相当久しぶりじゃないですかね。ちょっとね今日夜中なんですよ。今夜中なんでね、だいぶバグってると思います。しかもちょっとねご飯の時にお酒も飲んでしまって、酒をね抜いてから撮影してますけども、はい、まあ余談は置いといて、はい、これがシュータンの全体ですけども、ここに英語で2と、でここに3と入ってますね。だこれで23ですね。23、合ってるよね英語がねダメなんで。でシュータンの一番上にはちっちゃくで、ね、ジャンプマンが入ってるということで、でこのだから12はねすごいんですよね。23っていうのがねシュータンにもありますから、全部でここと3箇所ですよね。でジャンプマンはこことね、まあ文字でジャンプマンともありますし、ここにも入ってますから、結構ナンバリング多めのねシューズといった感じですかね、僕の印象ですけども。シュータンはジョーダン1によくあるこうベロッとなるタイプではなくて、でジョーダンは7から7、8、9とねハラチシステム使ってまして、10以降ハラチシステムなくなったんですけども、12もねハラチシステムではなくて、通気性の良い素材でシュータンをね止めているといった感じで、伸びる素材でねシュータンが固定されています。これが12のインソールですね。ジョーダン1とは違いまして、ここはね接着されてませんし、105って書いてあるんで、これ多分 10.5 って意味なのかな。あとはねなんかこう細かくなんか文字が入ってますね。光の加減でしか見えないぐらいのね。なのでこの辺ね、本物偽物区別するときなんかはね結構判断材料になるんじゃないでしょうか。でジャンプマンがね、はい、こんな感じでペラペラで入ってますね。これもね履いたらすぐ剥げる系ですね。クッション性はねはっきり言ってあんまりいいとはね言えませんが、この12自体ジョーダンシリーズで初めてズームエアを採用しているということで、まあ、結構履き心地はね硬いっていう人もいますし、履き心地いいっていう人もいますので評判は分かれますけども、まあ僕もね履き心地は結構いいんじゃないかなと思ってます。なのでね普段履きというかガシガシ履いていきたいなと思う一足です。これはもうすぐ履きますよ。中も見ていただきましょうか。ベロッと、はい、こんな感じですね。なんかいろいろ書いてありますけど、なんか作る時のあれなのかね。これがシューターの裏ですね。 US10 ハーフとかね入ってますね。2021年に作られてるんですね。8月から11月ぐらいですね。これはね個人的な意見ですけど、12でね一個残念なのがここなんですよね。このミッドソールのヒール部分のこの黒色の部分、色塗られてね塗装で黒くなってるんですけども、ここの作りがねまあ雑なんですよ。以前も12紹介したと思うんですけど、その時なんかめっちゃはみ出てましたからね。今回のは結構綺麗に入ってますね。いいんじゃないでしょうか。まあ塗った感はねやっぱりわかりますけども、うん、まあはみ出たりとかあんまりないので、まあナイキの中では比較的高クオリティなんじゃないでしょうか。まあなんかオリジナルとね比較すると、ここのね補強の R が違うとかね、いろいろ細かいところはあると思いますけども、ちょっとね僕オリジナル持ってないので比較はできませんけども、まあそういったところもあるみたいです。シューレースは今回ねこの黒一色ですので、これはね変えて、まあ別に購入してね変えて履くのもいいと思いますけども、まあ僕はもうこのね標準の黒で今履こうかなと思ってます。黒タグをねお見せするのを忘れておりました。黒タグはこんな感じですね。品番が CT8013-006 とエアジョーダン12レトロということですね。天然と合成繊維でできてますと。いやーもうこれはね今日ご紹介したらもうねすぐに履いて出かけたいと思いますので、ちょっと今日夜中なのでこれから履いて出かけるわけにはいかないので、またどっかの動画のタイミングで着画なんかもお見せしたいと思うので、すいません、ちょっと続きじゃなくてね申し訳ないんですけども、お金の都合でね買おうか悩んだんですけども、結果的にね買っといてよかった。これね買わなかったら後で多分絶対後悔してたし、2時間並びましたけども、一人寂しくね、2時間といっても2時間弱ですけども、最後の方は一緒に並んでる方とちょっとお話なんかもさせていただきながらだったんで、まあ一人で2時間ぶっ続けではなかったですけどもね、寒い中並んで購入した甲斐があったかなという一足でございます。
レビューの方は以上になります。はい、ということで本日はスニーカーレビューの方を行いましたけども、まあ冒頭言いましたけどもね、本当はジョージタウンはねここでこうやっていたかったんですけどね、まあこの2回目もね確か月曜日ぐらいに期限が迎えるので、またねダメだったらキャンセルしてもらって次のを購入するということで、まあ必ず買いますので、まあレビューとしてはねもう今更かの時期になってきてますけども、また購入した暁にはレビューさせていただきたいと思いますので、ぜひね見ていただければと思います。はい、ということで本日はまたね簡単ではございましたけども、こちらのね12を紹介させていただきました。動画の方は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。